私のチャンネルへようこそ JBN1View。 キング&プリンスへのデビューシングルが初週 79.2 万枚と過去最高の売り上げを記録。キンプリ、5人体制での最後の紅白出場が決定か？今年のジャニーズ枠は6組の出演が報じられ、なにわ男子は紅白初出場となるのか？アイドルグループキング、リンチェの最新シングル月読み、彩りが15日発表の最新、オリコン週間シングルランキングで初週売上 79.2 万枚を記録し、初登場1位を獲得。自己最高の初週売上となりました。本作は8日付、オリコンデイリーシングルランキングで発売初日にして、これまで自己最高初週売上だったシンデレラガールの 57.7 万枚を上回る 60.8 万枚を売り上げました。これでデビューシングルから11作連続でシングル1位を獲得。デビューシングルからの連続初週売上30万枚超え、作品数は11作となり歴代2位を自己更新しました。なお、デビューシングルから11作連続初週30万枚超えの達成は、近畿キズ以来21年9ヶ月ぶり、史上2組目となります。ダブル A サイドシングルとなる本作、月読みは吉井色気が漂うアップテンポなダンスナンバーで、もう1曲の彩りは大切な人との思い出や伝えきれない愛を歌ったミディアムテンポのラブソングとなっています。キンプリが5人で最後の紅白出場確定か。今年はジャニーズ枠で6組出演報道、なにわ男子の初出場も決定。今年の第73回 NHK 紅白歌合戦に出場するアーティスト名が次々にスポーツ紙などに報じられ、ジャニーズから出場するグループにも大きな注目が集まる中で、ニュースサイト、サイゾーユーマンが新たに今年のジャニーズ枠が6枠に決定したことや、出場自体も囁かれていたキンプリこと、キング&プリンスが5人で最後の紅白出場を果たすことがほぼ確定したと報じています。今年ジャニーズは昨年より出場枠を増やし、キンプリの出演も 99% 決まっている。キンプリの出場は水面下で決定し、紅白のジャニーズ枠も昨年から増加し6枠となるようだ、と明かしています。さらに週刊誌記者は、今年はなにわ男子の初出場が規定路線と言われ、またスノーマン、シクストーンズの出場も確実視されています、と明かしています。ジャニーズ事務所は4日に、リーダーの岸優太さんをはじめ、平野紫耀さん、神宮寺優太さんの3人が、来年5月22日をもってグループを脱退すること、さらに平野さんと神宮寺さんは同時に事務所を退所し、来年夏に主演映画、G メンの公開を控える岸さんは、同年秋に退所することを電撃発表しました。これによって、キンプリはスマプオと同様に、NHK からオファーがあっても、出場を辞退するのではとの見方も浮上していたのですが、出場が決定した背景について、前でのレコード会社関係者は、歌唱シーン以外にも放送中のメンバーのやり取りや報道陣に公開されるリハーサルも、含め世間の注目を集めるのは間違いないですし、話題性は、抜群。視聴率面でも期待できますから、NHK としては、キンプリを逃さない手はありませんよ。一方、ジャニーズサイドも、来年以降の、紅白、を見据え、NHK に恩を売りたいでしょうし、何より一連のネガティブな報道を払拭したいはず。双方の思惑は一致していると言えます。と語っています。キンプリのメンバー脱退が報じられる前から、今年の紅白に出場する可能性が高いジャニーズグループの名前が様々なメディアに取り沙汰されており、週刊誌、フラッシュは9月時点で、昨年と同様にジャニーズ枠が5枠とした場合に、関ジャニ無限大、シクストーンズ、スノーマン、なにわ男子の4組は確実視されているとし、5組目のグループとしてキンプリを挙げていました。また、女性自身は10月に、
紅白出場候補者リストとして48組のアーティスト名を公開しており、ジャニーズから出場するのはスノーマン、シクストーンズ、キンプリ、関ジャニ∞の4組とし、理由は不明ながらジャニーズがデビュー前からもプッシュしているなにわ男子は含まれていませんでした。キンプリは6月リリースの4枚目アルバム、メイドインが初週 48.6 万枚、9月リリースの10枚目シングル、トラサとレイスは初週 50.1 万枚、今月リリースの両 A 面シングル、月読み、彩りは初日に自己最高の 60.8 万枚、初週に 79.2 万枚を売り上げています。こうした数字から、デビューから5年連続の紅白出場は有力視されていたものの、3人の脱退の裏側をめぐってメンバーの不仲説、ジャニーズ事務所との関係悪化説なども浮上し、紅白出場自体も囁かれる中で、最後に5人で紅白に出場となれば大きな話題になることは間違いないでしょうね。特別な演出などがあるかどうかはわかりませんが、紅白出場が事実とすれば、最後に紅白の大舞台で最高のパフォーマンスを見せてくれることに期待です。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。退場があった他のグループとは違う残念さが大きいキンプリです。上り調子で、これからも必ず上がるグループだと誰もが思ってた。ジャニーズだから、とりあえず何でも売り出せば適当に売れるし、他のグループはこれで次は俺たち、と思ってるかもしれんが、容姿もダンスも、格上のキンプリと同じランクにはならない。金の卵をほっといて、事務所は偏りがちな売り方をいつもして、もっと大切すればよかったと思ってほしい。昔から木村を異常に優遇してるからメディアも優遇する。今は、木村しか見ないほど何しても売れるようにしたんだから、若い子を大切にして、ちゃんと育てることをしてほしい。月読みがかっこよくて初めてキンプリの CD を予約して購入しました。最近特にダンスがすごくかっこよくて、しかも、平野くんのクロサギの演技に惹かれて、その少し物悲しい歌詞やメロディーもすごくよくて、キンプリは5人1人1人キャラが立っていて面白いし、ダンスをすればその天然さとのギャップがすごくてキレッキレでかっこいいし、国民的なグループになると思っていた。あの発表を聞いて嘘でしょと信じられない気持ちでした。悩みに悩んだ結果だと思うし、一般人にはわからないことがあると思うけど、やっぱり寂しい。来年5月までは5人のキンプリを応援していこうと思っています。それまで、たくさん5人のキンプリが見れるといいです。カウコンも紅白も出てほしい。デビューシングル声はとても嬉しいけど、できることならこのまま5人でキンプリが存在してほしい。脱退、退場してしまう3人が心の底からの自分の気持ちで決断したのなら、やっぱり紫陽くんも岸くんも新くんも幸せになってほしいから、脱退、退場も受け入れ、その後も応援したいと思っています。でも、もし何か違う理由で、この理不尽な結果になっているとしたら、何としても、脱退、退場を阻止したいです。本当に妄動にもならないのですか。ロングバケーションで、セナ君に、奇跡は起きないの?と言っていた言葉が思い出されて仕方がありません。そして、見事に奇跡が起きて、コンクールで優勝したように、奇跡が起きてほしい。所詮、テレビドラマの世界なのかな?悲しいよ、もう。月読み彩り両曲はドラマ主題歌として AMV で発売前から聞いて、私の周りのファン以外の人たちからも全評判が良かったです。特に月読みは個々の仕事で時間がない中、一番で上げたレベルを下げたくないと、ハイレベルな振り付けのレッスンは夜練ならぬ深夜練をして取得した今までにないパフォーマンス。最高にかっこいい仕上がりの5人のパフォーマンスをもっと歌番組で見たいですし、たくさんの人たちに届いて喜んでいる姿を見たいです。たくさんの応援メッセージが届いているのに、未だ申し訳なく思っている5人に、5人で出られる最後の日まで恩返しできる場を与えてあげてください。ドラマの主題歌として話題の CD。
突然のニュースがなかったらどれくらいの売り上げだったのか率直に知りたかった。どこも売り切れで手に入れられなかった人がたくさんいた様、在庫があればもっと伸びたはず、残念。今からでも興味を持った人たちの手に届きますように。5人のキンプリの歌の素晴らしさが広がりますように。おめでとうと言いたいけど、その売上金は事務所に入るんだからちょっと複雑。シンデレラガールの歳月なんて事務所にしたら棚ぼた的な感じですか。その分ちゃんとお別れさせてください。カウコンで少し時間作ってほしいし、あれだけ擁護してくれる先輩たちばかりなんだから、せめてスルーはやめてほしいです。過去のアイドルグループになってしまうと思うと本当に残念で悔しくて憎しみすら湧いてしまう。2人でこの曲歌ったって、5人のこの歌やパフォーマンス見ちゃってたらこれじゃない感を毎回感じてしまう。全員応援するつもりだけど、できることなら脱退やめたってならないかなといつも思ってしまう。年末歌謡祭りに出演はしてほしいけど、コメントを要求されては彼らがかわいそう、でも元気な姿を見たいから事前収録でパフォーマンスを披露してほしいです。CD が売り切れで店頭や Amazon に在庫なし。ダンスがきっちりと入った DVD とのセット版が欲しい。曲もいいが、あのダンスにはぶったまげた。アイドルの枠を超えて、ダンスコンクール出場チームのレベル。月読みのパフォーマンス見てたら、事務所は海外にステージを移させてあげてもよかったんじゃないかなと思う。来年の5月23日の5周年記念は5人で派手にドームツアーとかしてほしかったな。ツイッターで一人で150枚買ったと写真好きでツイートしてるの見たけど、熱狂的なファンがいるんだね。150枚もどうするんだろう。保管場所とか困らないのかな。12ケラ5月に CD 出すんだろうか。音楽番組も出させてもらえないし、 CD が難しいのだとしたら、ファンからしたら絶対何枚も買うよね。カウントダウンは出るだろうけど、あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？キング・リンチェ・プリンス、私にとって素晴らしいですデプス。長文読んでくれてありがとうございました。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。